皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今お昼なんですけれども、お昼ご飯を食べようと思ったんですが、最近ね、やっぱりしなはんをやれていないということで、皆様からのラブコールがラブコールがありまして、しなはんを見たいっていうリクエストがあったので、今日は久しぶりに撮ろうかなっていうふうに思います。最近は結構自炊にハマってるっていうか、やっぱなんか自炊もしていかないとなと思っていろいろやってるんですけど、その中でも最近定番なお気に入りのランチがありまして、それがめちゃくちゃ簡単で美味しいので、皆さんにも紹介できればなと思います。久しぶりのねしなはんということで、ちょっと気合い入れて頑張ります。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速やっていくんですけど、今日はトマトソースのパスタとタコとタイの和風マリネみたいな感じのやつを作っていこうかなって思います。はい、ではまずパスタのお湯を沸かしていきます。はい、じゃあ火にかけて塩をね入れるんですけど、私これいつも迷うんだよな、タイミング。なんか塩ってどっちも説ありません？お水の状態で先に入れちゃうか、沸騰直前に入れるかみたいな、よくわかんないんですけど、まあ私はいつも気分で好きな時に入れます。じゃあその間にタコとタイのマリネを作っていきます。これはちょっとね時間を置かなきゃいけないので、先にやっちゃいたいと思います。お刺身用のタイを買いました。この辺マジで適当に切るんですけど、まあ一口サイズにちょっと切っていきます。タイって美味しいですよね。私結構寿司屋さん行ったら必ずタイは頼むかな。コリコリで美味しいから結構好きですね。で、ジップロックですね。ジップロックに入れておきます。ジップロックって本当に便利だよな、作った人天才。で、続いてタコも切っていきますよ。すごい太い、吸盤すごっ。タコも一口大かな。うわすげえ。これもねお刺身用のタコです。この辺大丈夫？わあ、たこ焼きしたいな。たこ焼きパーティーしたい。タコパめっちゃ好きなんだよな私じゃあこれをこの中に全部入れていきます。よし。さあ調味料をこの中に入れていくんですけど、まずオリーブオイルを大さじ3ぐらいにしようかな。3入れます。続いてレモン汁、ポッカレモンを大さじ3分の1ちょっとぐらい入れます。そしたら白だし、白だしも3分の1ちょっとぐらい入れます。そしてニンニク、ニンニクチューブを適当なんですけど 1.5 ぐらい、これは本当お好みで大丈夫だと思う。で、あと胡椒、ちょっと粒があった方がいいかなと思うので、粗挽きを適量わーっと入れて、あとはもうこれを空気抜いて閉じて寝かせるだけです。ちょっと軽くなじませて30分ぐらいかな、置ければいいかなっていう感じです。これはなんかねツイッターで見かけたレシピです。で、一回やったら美味しくて、その時はタコだけでやったんですけど、タイとか入ってても美味しそうだなと思って、今日はタイも入れてみました。ちょっと豪華バージョン動画映え用にはい、じゃあこんな感じで置いときたいと思います。じゃあ続いてパスタの方やっていくんですけど、具材、ナスとほうれん草2束ぐらいいこうかな、とあとマッシュルームなんですけど、まずこのほうれん草とナスを洗います。よし、洗えたので切っていきます。じゃあナス切っていきます。頭部分を落として、ナスは半分ぐらいかな、半月切りにしていきます。1個多いかな、もういっか、このぐらいで切っていきます。
ナスって美味しいですよね。なんかちっちゃい時ナスなんであるのって思ってたけど大人になるとナスの良さが分かる。カットしたのを水に入れときます。なんか小学校の頃一回ナス育てた気がするな。ピーマンとかナスとかトマトとかやりませんでした。やったよね多分。ほうれん草も適当一口サイズ。たらマッシュルームも切ります。マッシュルームはどんだけ入ってても美味しいんだよな最近キノコをねいっぱい取るのにハマってまして、5個ぐらい入れようかな。そうそう、なんかキノコは濡れたキッチンペーパーで拭き取るといいらしい。洗ったら栄養がねなんか取れちゃうらしくて、みんなに教えてもらった石突きを落として、マッシュルームちょっと太めに切っていきます。こんぐらいかな。あんまり薄すぎてもあれどこ行ったって感じになっちゃうから、ちょっと厚めに切ろう。よし、そしたらお湯が沸騰してきたのでパスタを茹でます。私がいつも使うのはこれ、アルチェネロってやつの全粒粉スパゲッティを使っていきます。やっぱりパスタ食べたい時に一応こうね、なんか体型とか気にしてるとちょっと食べづらいじゃないですかパスタって。全粒粉なのでこれちょっとは罪悪感が減る。私はいつも 80g 前後にしてます。よし、じゃあ入れます。あ、これで8分、よーい、スタート。私はもうフライパンで茹でちゃう。じゃあ隣でパスタ茹でてる間にソースも作っていきます。オリーブオイルも引いて、まあ、ニンニクとかね入れてもいいと思うんですけど、私は別にいいかなって思うのでこのままいきます。じゃあフライパン温まったらお茄子入れます。ちょっとなんか油が回ってきたみたいな感じで思ったらマッシュルーム入れます。ある程度火が通ってきたらほうれん草も加えます。あ、パスタが茹で上がりました。ちょっとお湯を切ります。はい、こんな感じでほうれん草がちょっとしなしなになってきたら弱火にして、で今回使うパスタソースがねこれなんですよ。ボッティチェッリっていうところのやつなんですけど、これのポルチーニ&トリュフってやつを今回は使います。これがね本当に美味しくて、私は成城石井で買ったんですけど、めっちゃ大容量なんですよ。 680g 入ってて、でもなんか主にトマトベースのパスタソースがいっぱいあるんですけど、いろんな種類があって、私いろいろ試してみてるんですけど、このポルチーニ&トリュフがねめっちゃ美味しい。トリュフの味が結構しっかりしてて美味しいですよ。これをどんぐらいだろう、適当なんですけど、いつもスプーン大盛り6杯ぐらいかな。ちょっと今日具材多いのでもう少し入れます。これでちょっと全体的に絡めていきます。うわ美味しそう。なんかこのソースは結構大容量なので、私みたいに一人暮らしの方とかだとちょっとね余ると思うんですけど、余ったらなんかチキンとかを煮込んであげても美味しくて、それも結構おすすめです。これでちょっとグツグツなるまで煮込みます。その間にちょっとパスタを盛ろうかな。なんかパスタはこっちに入れて絡めてもいいんですけど、ちょっと今日量が多くなっちゃったので、ソースのちょっと今日は上からかけタイプでいきますね。
マリネも盛り付けておきます。タンパク質もねちゃんと取らないといけないので、全然見えてなかった。全然見えてなかったよ。よし、でマリネは最後ちょっと彩りにパセリを振ります。胡椒も若干つけ足そうかな。こんな感じで完成。じゃあソースもできたので上からかけたいと思います。これが美味しいんだよね。もうちょいソース入れてもよかったかな。結構具材が多かったな。もちろんソースだけでもね美味しいんですよ。ちょっと具も入ってるから全然ソースだけでもいけちゃう。よし、これもちょっと彩りでパセリかけます。はい、完成。はい、ということで完成しました。いやー、お腹が空きました。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。じゃあまずこっちのマリネからいただきます。タイどうなんだろう。私前タコでやったからタイは美味しいかわかんないですが、じゃあまずタコから。うんうん、美味しい。うん、歯ごたえバッチリ。絶対美味しい。あ、タイも絶対美味しいな。じゃあタイいただきます。うんうん、美味しい。なんかタイのカルパッチョあるじゃないですか。イメージはまああんな感じかな。美味しいです。まあ、でもただ私今日ちょっと漬けたばっかりというかだったので、翌日とかになったらもう少し味が染みてもっと美味しくなりそう。うん、美味しい。じゃあこちらのパスタもいただきます。ソースもう少し入れればよかったな。ちょっとソースが重たいかも。本当はね絡めたいんですけどね、パスタと。もうねパスタソースの瓶あったじゃないですか。あれをね開けた瞬間にトリュフの香りがふわってくるんですよ。あれが本当にいい香りで毎回食欲がそそられる。トリュフ好きなんだよな私。好き嫌いでも多分ありますよね。ちょっとソースがちょっともったりしすぎたな。ギリギリ混ざった感がすごい。じゃあいただきます。うんうん、美味しいです。めちゃくちゃパスタって本当に簡単なのでお昼とかにめちゃくちゃいいですよね。私もよくパスタにしちゃうんですけど、めちゃくちゃ美味しい。このパスタソースもやっぱりもうできてるものだからめちゃくちゃ簡単にできるし、おすすめ。本当におすすめで、まあ今私結構体型維持とかも頑張ってしてるんですけど、パスタってすごい太るイメージがあると思うんですけど、まあ、パスタを全粒粉のやつに変えたりだとか、結構パスタソースで太りやすいっていうのがあって、割となんかトマト系なソースとかだとそこまでカロリーもめちゃくちゃ高いってわけじゃないので、ちょっと気にしてる方でも食べやすいかなって思います。なんかカルボナーラとかクリームパスタとかなんかやっぱそっち系だとどうしても脂質がバーンってなっちゃうからあれなんですけど、トマト系はねそこまでカロリーありますけど、もちろんそこまで高すぎはしないかなって思うから、パスタの中でも食事とか一応気にしてる方でも食べやすいかなっていう気がします。うん、うん、ナスも美味しい。ちょっとソース追加しようかな。なんか意外と全部いっちゃってもよかったかな。意外とよかったかも。でもなんかこういうとこありますね。一人暮らしってなんか難しいんですよマジで。量が、作る量が本当に難しくて、だいたいまあこれじゃ足りないかもなと思ってどん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 増えていって、で意外と持ってみたりとかすると、あ、こんないらなかったなって思うんですけど、でもその残るのがめちゃくちゃちょっとなんですよ。え、なんだこんだけ残るのみたいな、こんだけ残るなら食べちゃおうみたいな。
感じになって、結局すごいお腹いっぱいになるっていうのがいつもオチなんだよな。一人暮らしの自炊マジで難しいんですよね。野菜とか買っても使い切れなかったりとか、まあ、その残りで頑張って他の料理を作ったりはするんだけど、でもちょっと使い切れないやつが出てきたりとかするから本当に難しい。はい、ということでこんな感じで今日お昼ご飯ランチを作ってみました。オープニングでも言ってたんですけど、本当に私の最近の定番ランチ、お気に入りのランチになっております。見てもらっても分かると思うんですけど、めちゃくちゃ簡単でコツとかもマジで何もいらないので、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。あのパスタソースもね、本当にめちゃくちゃ種類あって、私も3種類ぐらいかな、ボロネーゼとアラビアータとさっきのポルチーニのトリュフ、この3つを食べたんですけど、私の中の今の一番のお気に入りは今日のポルチーニトリュフかな。でも他のやつもすごい美味しかったです。そうなので、ぜひ皆さん作って食べてみてください。ということで久しぶりのシュナハンでございました。またなんかみんなにおすすめしたやつとかあればシュナハンで作っていこうかなと思います。じゃああとはゆっくり食べたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。